皆さん、こんこにちは。本日はエンターテインメントおよび「政治ニュース」のチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう新型コロナウイルス対策のためマスクやアルコール消毒液がドラッグストアの店頭から消えて2か月ほど不安の多い生活が続く中 北里研究所、新型コロナウイルスの消毒に効果のある市販製品のリストを発表した、同大大村里式年研究所の COVID-19 対策北里プロジェクトチームが、クイックルワイパー立体吸着ウェットシートストロング、絞り液クイックル常温シート、絞り液クイックル常温除菌スプレー、原液、食卓クイックルスプレー、原液セーフキープ、絞り液、 トイレマジック臨消臭。洗浄スプレーミントの香り。現役ハンドスキッシュ EX。現役ビオレガード薬用法ハンドソープ。現役、ビオレ油薬用法ハンドソープ。3倍希釈ビオレガード。薬用種子を消毒スプレー。現役ビオレガード薬用ジェルハンドソープ。3倍希釈。ビオレ種子の消毒液。原液リセッシュ除菌 EX プロテクトガード。原液 衣類の洗濯等を想定した製品アタック高浸透リセットパワー 5gL アタックゼロ3000倍希釈液クリーンキーパー100倍希釈ワイドハイター EX パワー液体100倍希釈液ワイドハイター EX パワー粉末 0gL ワイドマジックリン 10gL 調査に使用された全製品のうち唯一消毒効果が認められなく洗濯用洗剤の アタック抗菌スーパークリアジェルだったという。片山氏によれば原因はわかっていませんが、一口に海面活性剤といってもいろいろな種類があり、ま、製品によって効果が異なることは考えられますとのことだ。これらの製品は皆さんが正しく使用す。きちんと新型コロナウイルスを消毒することができますと、山氏消毒液、今日も売ってない、といった悲鳴も聞こえる中、 選択の幅が広がる調査結果。ただし、消毒効果を狙って製品を購入する際、一つ注意点があるという。医薬部外品や雑貨は、メーカーがウイルスの消毒効果を記載したり、宣伝したりすることは、薬規法違反にあたります。製品が法律を遵守していることを確認し、適正な価格で販売されているものを選んでください。片山市。 4月17日付で発表したリリースには、住居、台所用洗剤、衣類用洗剤などの製品名がずらりと並ぶ。調査に使用した製品は、結果の公開に異議を唱えないことを企業から提供を受けたという。関連記事、コロナ詐欺が激増中、殺し文句は、米国発、こと消毒、製品を選ぶ、際の基準は、一体どのようなものだ、調査の担当者である。 片山和彦教授が、こう話す。まず、医療現場のみならず、市場でもエタノールの入手が困難となっている状況を、踏まえ、十分な供給体制をか、雑貨売り場に潤沢に供給されていること、一般の国民の皆さんが手にとって普通に、購入できる製品を選択しました調査は、試験管内で、分離培養された新型コロナウイルスの RNA、リボ核酸の入った液体と、 製品を接触させるもの。用途に応じて接触させる時間は変えている。手洗いに使う製品、拭き取り掃除、トイレ掃除に利用する製品は1分間、衣類の洗濯等に使用するタイプは10分間だ。さらに、製品裏面に書かれた使用方法に合わせて、現液のまま使用したり水道水で希釈させたりしている。実際に、消毒効果の認められた製品は、 以下のようなラインナップになっている。手洗い、拭き取り掃除、トイレ掃除を想定した製品、簡単、マイペット、現役クイックルワイパー、立体吸着ウェットシート香りが残らないタイプ、絞り液。